ゲーンマッサマン会ゲーンマッサマンは、太陽国に起源を持つゲーンである。マッサマンカレーとも呼ばれる。ある説によると、アユタヤ王朝を16世紀に訪れたペルシアの死者や貿易商の影響を受け、タイ中部で生まれたとされる。また別の説では、タイ南部を訪れたアラブ人の貿易商人が起源だとされる。イスラム教徒から伝来したことから、 イスラム教の食の規律に従って、このカレーは主に鶏肉、牛肉や洋肉などで作られる。タイで一番多いのはチキンマッサマンカレーである。しかし、タイにおいても高級料理店では、鴨肉、豆腐、豚肉が用いられることもある。さらに、その他の食材として、ココナッツミルク、イッタ、ラッカセイカ、カシューナッツ、ジャガイモ、ニンジン、玉ねぎ、ローリエ、 カルダモン、シナモン、八角、パームシュガー、エビの魚醤、シュリンプペースト、唐辛子、タマリンドのソースが加えられる。ターメリック、シナモン、トウシキミ、クミン、クローブ、ナツメグ等のスパイスは商人によってインドネシアからタイ南部に輸入された。この料理は米飯と時に付け合わせとして生姜のピクルスや キュウリと唐辛子などを酢と砂糖に漬けたアーチャートと共に食べられる。2011年 CNN インターナショナルの訓ゴは世界で最も美味な料理ランキング50でマッサマンカレーを1位に選出した。松屋のマッサマンカレー20世紀の日本では知る人ぞ知る料理で本場の料理人がいる大料理店でさえもなかなか口にすることができなかったが2000年代になると タイで製造した缶詰やレトルト食品が輸入され、一部のスーパーマーケット、輸入食品店等で購入が可能となったほか、カレー専門店でも提供する例が現れた。2021年2月2日には牛飯チェーン店の松屋フーズが、期間限定メニューとして全国的に提供を始め、日本各地で気軽に食べられる料理となった。他のタイ料理と比べて、 唐辛子などの辛いスパイスを控え、ココナッツミルクなどマイルドな風味が加えられているため、食べやすい甘口の味となっていることが多い。ありがとうございます。